皆さんこんばんは、ごはんです。さあ今回はですね、前回ライブ配信で組み立てたジムガードカスタムをウェザリングしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今回はですね、ウェザリングに初挑戦ということでこちら用意しました。タミヤウェザリングセット A セットです。なんかすごいビューティー系 YouTuber っぽくない、この画角。まあなんか戦車とかの、まあ、砂汚れ泥汚れを表現するために使われるものらしいんですけど、カラーがですね、こちらからサンド、ライトサンド、マットとなっています。なんか質感はですね、粉っぽいっていうよりはどちらかっていうとちょっとマット調な感じですね。をこちらのチップとブラシで塗っていくみたいなんですが、もうほっと見たまんまマジでメイク道具です。実はですね、ウェザリングの塗料こちら、ミスターウェザリングカラーもですね、ガンプラの川口名人がツイートされてて、こちらも購入したんですけど、私ね、もうジムガードカスタムにもうあの艶消しスプレー、水性のものをかけちゃった状態なので、これね多分ね溶けるんじゃないかなと思って、今回はですね、こちらのタミヤのウェザリングマスターでやっていきたいと思います。さあそれではウェザリングやっていきたいと思います。手の裏側からとかどうかな。まあ、なんかアイシャドウを使う時と同じだとしたら、まず薄い色から塗っていくよね。アイシャドウ方式でいくなら、この一番薄い色、結構質感マットだね、をさーっと、いや全然ついてない気がするんやけど。あーでも若干砂っぽくなってんのかな。でも結構力入れて取っちゃっていいかもしんない。全体的にこうつけちゃってもいいと思うんだよね。で次はチップの部分で、次に濃い色、そうね、ちょっと待って、結構がっつりいっちゃっていいのかな。砂がついてそうなとこに沿って、この溝とか、あこれ結構色つくね。あーこれアイシャドウ用のね、こういう長いチップ持ってるんだよね。そのメイク道具を流用してもいいかもしんない。でこれこうぼかしたらいいんじゃない、ブラシ部分でアイシャドウと同じだとすると。いやメイクって薄い色から濃い色入れてくんだけど、もしかしたらガンプラって濃い色をモールドとかに沿って入れてぼかしていくっていうのが主流なのかな、ちょっと私にはまだわからないんですが、まあでもウェザリングも結構動画とかいろいろ見たんだけど、いろんなやり方があるよね。まあでも今回ね、これ結構あのサンドっていうね、砂汚れのウェザリングのもの買ってしまったんですけど、これはね陸ジムとかにはねより合いそうな気がする。結構ねチップが入っていかないとこがあって、白くなっちゃうとこがあるっていうのはちょっと残念だよね。これもっとバラした状態でやるんだろうな、パーツごととかに。今回ちょっと簡易的なウェザリングなので完全バラしまではやらないんですけど、だから下手したらこの一番右の濃い色一色だけでもぼかし入れれば全然汚れるな。なんだろうな、砂の種類が違うのかな、このウェザリングの表現は。あでもこのブルーの部分にこの茶色い砂が塗る感じ、私好きだな。なんかすごい味のある色になっている気がする。なんか多分マット系の艶消しのスプレー吹いたから、多分すごい砂も乗りやすくなって、より砂っぽく見えるのかなっていう思うんだけど、どうだろう。はい、ということで銅はこんな感じになりました。いやなんかね、このね、あここはねあのバックパックがつくんでやってないんですけど、このブルーの部分についてる砂の感じがすごい好きかな。はい、じゃあ立ってやっていきましょう。もうボディと比べると全然縦が綺麗だわ。やっぱ全然雰囲気変わるね、ウェザリングすると。やっぱでも縦もこの地面についてる方が汚れてるよね絶対。下側を結構濃いめにやっていこうかな。
なんかね、やめ時がわからない。いつまでもやってどんどん濃くなってっちゃうから。やめ時がわからないな。抹茶色になっちゃいそう。はい、だってこんな感じです。もうちょい汚してもいいかな。はい、ということでざっとウェザリング終わったんですが、こっからね、ちょっと細かいところとかちょっと気になるところをね、修正していこうと思います。ちょっと綺麗な白っぽいところをちょっともうちょっとだけトーンを落とそうかなと。なんかこの一番砂っぽい色してんのをこすりつけるんじゃなくてちょっとのせるぐらいにしたらすごい砂っぽく見えるかもしれない。初めてこのウェザリングやってみて、なんかこれ初心者あるあるかもしれないけど、やめ時がわからないんだよね。だからなんかこの胸のあたりとかすごいドロドロになっちゃって、もうちょっと抑えてもよかったかなというところはあるんですが、まあ今回ですね、ちょっとやってみたこの技術をですね、今度また陸ジムとか組み立てたいと思うんで、まあ軸ジムっていうとやっぱりこう泥臭いイメージがあるんで、ドロドロにできたらいいなと思っています。ということで最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。